も、木原です。法人の選定っていう、法人選定っていう動画を上げたんですけれども、まあその時のコメントで、ちょっと、まあ雑談動画みたいなの作れるかなと思ったんで、そのコメントをちょっと、読み上げますね。ちょっと僕、お気づきの方もいるかもしれないですけども、字を読むのがすごく下手くそで、字を読んでる時、かなりね、滑舌が悪くなってしまうんですね。なので、ちょっと文面をこの辺にちゃんと載せるようにするんで、皆さん自分で目読というか見てもらったら僕の喋り方で分かりにくかったら見てもらったらいいかなというふうに、まあそれも頑張ってトレーニングしていくようにしますんでよろしくお願いします。視聴者の方からコメントいただきました。法人で思い出しました。私の知り合いで個人でメインの植木屋さん、某葬儀屋さんの仕事を受注し実施しました。請求書を送ったところ、なんでこんなに高いんだ。他はもっと安いと、突然値下げ要求。もちろん事前に見積もりを取ったわけで、拉致が開かないのに値下げ。で、もうやらないと決めたそうです。しかし、後日、またその葬儀屋から依頼があり、断ると、なぜ受けないと、切れ出したそうです。他にも断られたんでしょうね、という話でした。ということで、こんな困った客、いましたら、シリーズお願いいたします。まあ、ちょっと、お客様ですね。困ったお客様がいましたら、シリーズをお願いします。ということで、コメントいただきました。どうもありがとうございます。で、これに対しての返信もしてるんですけれども、ちょっと、文面を読んだので、ちょっと移動しますね。移動しながら話しますね。これはもうちょっとね、朝のモーニングルーティン、にしていこうかなっていうふうに思ってるんで、僕の練習にもちょっと皆さん付き合ってもらいながら、分かりにくいところは分かりにくいって言ってもらったらいいかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、こういうのね、たまにやっぱ僕もあるんですよ。で、確かに、一回受けて、値段交渉されて、値下げしてっていうのもあります。で、その翌年はやっぱ受けなくなることとかも確かにあります。ただ、そうですね、まあ、僕、これ、文面間違ってたの、コメント返したのもちょっと間違ってたかもしれないですね。まあ、一度受けて、その翌年に、またご連絡があってやってくれないか、その後なんかな、また別の内容なんかわかんないですけれども、別に、値段だけでしょと思ったんで、作業自体はどうだったんかなっていうところは思います。例えば、2回目の依頼の時っていうのは、どういう風にしたらいいのかなっていうところなんですけれども、別に、まあ、断らないっていうところで言ったら、お客様の特性さえ分かったら、僕は別に断る必要ないかなっていうふうに思いました。なぜなら、一度対応して、値下げ交渉をしたら、話がつくってことですよね。で、まあ、そこを受け入れるか受け入れないかっていうところだと思いますし、見積もりの段階で、まあ、これ、先に事前に言っとくと、法人さんの見積もりっていうのは、正直、通常の一般のところの、見積もりより、かなり値段が違います。これはなぜかというと、敷地も広大ですし、やる物量とかも全然違うのでっていうのもありますし、あとは、法人さんの、選定の仕方っていうのはやっぱちょっと微妙に違うんですね。なので、その、個人定さんのところの作業とはまたちょっと別物っていうふうに考えてもらいたいんですけれども、ただ、その値段が、まあ、安くにはなってしまうんですけれども、まあ出そうと思ったら、個人定さんと同じ値段まで出せる、見積もりは出せるんですよね。要は、個人定さんの見積もりの金額が、例えば、10万やとして、法人さんの、見積もりが、5万、10万と5万ね、やったとしたら、その、5万から10万の間っていうのは、僕らは値段設定でしていいと思うんですよ。まあ、例えばの話ですけれども、そんな半額になることっていうのは、ちょっとなかなか考えにくいと思うんで、まあ、ただ、それだけ振れ幅が、あっても僕はいいもんやっていうふうに思います。なので、依頼があった時に、受けないっていう選択肢というよりも、前みたいなお値段ではすること難しいですよっていうふうにお伝えしてもいいかなっていうふうに思います。それはなぜかというと、やっぱり、その、振り幅に対して僕らは値段を決める
権利はあると思いますし、別にそれを決めてやったらいいのかなっていうふうに思ったので、うん、まあ僕やったらそういうふうにするかなとかいうふうに思いました。それはなんか、まあそこで多分また一悶着あると思いますけどね。でも別にそれは対応したらいいだけのことなので、そういうふうに対応したらいいんじゃないかなっていうふうに思います。この値段で作業をさせていただけるんであれば、させていただきますって言った。まあ、値引きしろやとか、値段交渉とか言ってきはる方もいると思うんですけども、もう、本当にこの値段でしか自分は受ける気がないし、受けないっていうのであれば、いたしかねますの一点張りでいいと思いますし、別にお客さんは自分で選んだらいいと思いますし、お客さんも、僕らのこと選ぶんやったら、僕らもお客様のこと選んだらいいと思います。まあ、わざわざ嫌なお客さんと付き合っていく必要ないと思いますし、ただ、ここで、まあ、ちょっと嫌やなって思うお客さんやから、やめとこうかなっていう風な判断をするっていう選択肢と、嫌なお客さんやけれども、やっていく、やってみようっていう選択肢のこの二択になると思うんですよ。で、この二択で、まあ、どちらを選ぶかによって、今後どう変わってくるかっていう話なんですけれども、まあ、嫌なお客さんやからやめておこう。対応難しいからやめておこうっていう判断をして、もう受けないお客さんになった場合は、まあもうまあ、今後の対応はもうそれのみっていう感じですよね。ただ、嫌なお客さんやけれども、出した見積もりに、満足いくいかへんは、置いといたとして、やっていただけるんやったら、やろうっていう選択肢をした場合は、まあ、まあデメリットは嫌な思いをするっていうところなんですけれども、メリットとしたら、そういうお客様ででも対応しっかりやれば長いこと続いていく可能性のあるお客様につながるっていう話ですね。これ何が言いたいのかって言ったら、やっぱりそういう、どう言ったんですか、まあ、ちょっと言葉悪くなってしまうかもしれないですけど、まあわけわからんこと言ってくる方ですね。うん、見積もり出し終わった後に納得してるはずやのに、ようわけわからんこと言ってくるお客様っていうお客様の対応のレベルが上がるんで、で、そういうお客様は意外とね、長く続くっていう僕は印象がありますね。リピートしやすい。これなぜかというと他の人、他の業者さんは受けてくれないからです。なぜならややこしいから。わかります?もう言ってる通りですよね。その、コメントにもあった通り、他に断られたのか知らないけど、また連絡がありました。対応は良かったんじゃないですかね。その、ご友人の方の業者さんっていうのは、すごく対応が良かったから、そういう話になったんかなっていうふうに僕は思います。なので、要は、その対応がせっかく良かって、また、言ったらリピートしたわけですよね。嫌なお客さんやけど、嫌なお客さんやけども、まあ値段交渉も、まあ、値引きして、まあ、なんとか、どういったんですかね、採算が取れたんやったらいいと思うんですけど、取れてないんやったら、もう受けない方がいいと思うんですけど、採算が取れてて、またリピートしたんであれば、僕はリピートのお客さん、まあ、有料顧客につながる可能性があるっていうふうに思いますね。まあ、ちょっとのストレスをどういうふうに考えるか。で、その嫌なお客さんに対してっていうのは、やればやるほど慣れてくるし、そのお客さんの特性も分かってくるんで、これはね、やっぱりね、経験を積んでいかないと手に入らないもんなので、僕はしたらいいかなっていうふうに思いますね。なので、僕やったら、連絡あったんやったら、あ、やりましょうかって。その代わりこの金額ですよっていう値段を提示すると思いますね。やっぱり、そうですね。ストレスに対しての、金額っていうのは、僕はサービス料で僕は上乗せしても僕はいいかなっていうふうに、まあ、通常やったらないですよ。ただ、そういうふうにもう、事前に分かってて、追加依頼をいただきましたっていう風な話なのであれば、僕はいただいてもいいかなっていう風に思います。だって、ね、東京ディズニーランドで飲むジュースと、スーパーで買うジュースの値段は同じですかって言ったら、やっぱり違うわけじゃないですか。それってやっぱりホスピタリティですよね。まあ、どう言ったんですか?サービスが違うから値段が違うんですよね。サービスに対しての付加価値をつけていかなか。僕らだって、その造園業って言いますけど、庭師さんの仕事って言いますけれども、サービス業やと僕は思ってるんで、まあそこにどういう付加価値つけれるか。まあ要は、まあ言い方悪いけど、その、金額伝えて作業入らせてもらって値段交渉して値段下げてくるようなあなた
でも僕は同じように紳士的な対応させていただきますよ、だからこの値段なんですよっていう値段の提示っていうのは僕はいいのかなっていうふうに思います。なので、まあ、値段で言ったらそれはいいと思うし、で対応のスキルも身につくし、リピートも起きるかもしれへんしって言って、まあ、メリットの方が大きいかなっていうふうに思います。で、そうですね、まあ、個人で一人でぼちぼちストレス抱えたくなくってやっていくっていうんであれば、まあ、それ、まあ、受けないでもいいと思うんですけれども、まあ、生き方の話になってきますよね。どういうふうな生き方をしたいかっていう話になりますよね。ただ、その、どう言ったんですかね、組織展開していきたいとか、仲間を増やしたいっていうふうになった時に、そういう嫌なお客さんとかでも、やっぱり、しっかり対応できると、お、こいつやるなって思ってもらえると思うし、あ、この人、なんかあった時、ケツ拭いてくれるって思ってもらえる人に僕はなりたいなっていうふうに思うんで、なんかあった時は来いやって思いますね。まあそのね、実際対応してる時っていうのはすごく嫌な気持ちにもなるし、しどろもどりにもなるし、まあ僕は、結構威圧的なお客様の時は、やっぱり、どもっちゃったりとかしますね。どう言ったんですかね。そういう、癖があります。こうで、とか、いうふうな、なんて言って、なんか、言葉を失うような感じになってしまうこともあるし、なので、そこはちょっと、相手にとっては、こいつ締めたもんやなって思われるかもしれないですけれども、やっぱ対応慣れてくるんで、慣れてきたら、あ、もうこれで行こうとか、あ、このお客さんやったらこういうふうな対応させてもらおうとか、あ、ここまで言ってくるんだったらこっちも言い返そうとか、別にそれをしたらいいと思うし、その対応の質を上げる、自分の、そのどういったですかね、人的資本を上げるっていう、ちょっとかっこいい言葉言ったら、逃がしが人的資本とか言って、まあ、かっこつけて言いましたけど、まあ自分の力を強くするっていうのはすごく大事やなっていうふうに思うので、それはしたらいいかなっていうふうに思います。で、補足で、嫌なお客様シリーズ作ってほしいっていうことだったんで、まあちょっとなんかまたあったらしようかなっていうふうに思います。まあ基本ね、あんまないんですけどね、その、見積もりの段階で大体わかるんで、その見積もりの段階でどういうふうにしようかなとか、値段設定っていうのはしますし、法人さんは特にですね、やっぱり、それはありますね。例えば、どこまで融通聞いてくれるのかとか、ノンクレーム、ノーリターンなのかとか、値段の交渉してくるとか、対応する人がややこしいとか、書類が関係が多いとか、やっぱそういうのによってやっぱ値段ちょっと変わってくるんですよ。なので、その難しいですよね。だからそれをやっぱり最初のファーストコンタクトの時にどこまでこう汲み取れるか、相手がどういう特性を持っている人間なのかっていうのを汲み取れるかっていうのは結構大事やと思うんで、まあ、そこを磨くっていうのも大事かもしれないですね。もう言い出したらね、磨かなあかんとこっていうのはいっぱいあるんで、ただまあ、ヒントとしたらやっぱり人が嫌がることにこそ、そのどういったんですかね、売り上げを上げる源泉があるっていうふうなことも僕は思うので、まあそういう、まあ、視点で、嫌なお客様に対して対応していくっていうのも一つの手段かなっていうふうに思います。参考になれば嬉しいです。ありがとうございます。この動画が参考になれば嬉しいです。動画がいいなと思ったら、人に紹介してもらえたり、いいねやチャンネル登録してもらえると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。今日も一日ご安全に。